今日は、はい、まあ、ファーストフード店とかに、はい、よく行くので、はい、そこで食べたナゲットをちょっと自分でも作ってみようかなと思っています。はい、ってことで買ってきました。胸肉、はい、作り方かい調べて、うん、作り方調べて見てみたところ、多分1枚で良さそうなんです。はい、わあ、はい、まあみんな食べるでしょ。あ、なるほど。いっぱい作ればいいね。ほら別に胸肉じゃなくてもできるかもしれないですね。うん、はい、この筋張った感がいいのかなみたいな。いや、もしなんか冷蔵庫に余ってる肉があったらやってみるのもありかもしれないですね。ですな。はい、ということでやっていきましょう。やりましょう。で、私は何をしたらよろしいですか。そうですね、あ、じゃあ調味料を混ぜてもらおうかな。はい、ボールの中に横ですか。ボールに横ですよ。ですね、まずこちらですね、塩、砂糖、胡椒、マヨネーズ、酒、チューブニンニク、はい、まあ量は適当でいいと思います。大体で、はい、じゃあまずお砂糖から入れたらよかったですかね。ちょっとずつ多めにしていけばよかったですね。あ、ですね、比率的にこう適当ね、ちょっと寄せつつ、はい、おいで、ニンニク、おー、5倍、はい、マヨネーズが大さじ1ということは、マヨネーズはまあまあ入ってですね。え、もうちょっといい。それでふわふわ感が出るのか、わかんないけど、うん、ですかね。あとお酒か。お酒、酒または水、どれくらいですか。大さじ2って書いてあるから、まあまあ適当にいいんじゃない。1、まあ量も結構あるんで、はい、これは。じゃあそしたら僕は、はい、鶏肉を叩いていきたいと思います。お願いします。あれですか、めっちゃみじん切りじゃないけど、あのミンチぐらいにいくんじゃね。ああ、じゃああれの方が早い。そうですね、ね、って、はい、そうする。そうしましょう。ミキサー、これマヨネーズもどえらい分離しますけど大丈夫ですかね。まあまあ肉に絡むからいいんじゃない。 OK です。じゃあちょっとこんぐらい混ぜてみます。はい、はい、あのこれちょっと切ったがいいかですね。多少皮もよく切ってくださいって書いてある。ミンチ状にしてこれに混ぜていく感じですね。はい、でいつも食べるような、はい、ナゲット状にタイトにする。はい、なるほど、なるほど。これなんか衣みたいなのはつけるんですかね。あ、つけます。ああ、なるほど、なるほど。それが小麦粉、片栗粉、酒、水。ああ、なるほど。小麦粉と片栗粉を混ぜんといかんということですね。ですね、はい。そしたらちょっと固めのあれになるのかな。じゃあ僕はこの肉をミキサーにボソボソ入れていきます。はい、で私、小麦粉が大さじ5に対し大さじ1の片栗粉を5対1、5対1みたいですね。じゃあ私これミキサーかけるね。はい、いきます。どんぐらいだろう。あんまり細かくしてもあれだろうね。皮はやっぱそんな切れんね。まあいっか、まあいいんじゃないですか。じゃあさ、これも混ぜたらいいね。どうせ混ぜる。こんな感じでした方がいいんじゃないですか。これなんか穴ほけとけん。あ、そっかそっか。はい、であと何本混ぜればいいですかね。とお酒、水、こっちにも混ぜればいいですかね。うん、メガネがずれとってもちゃんと反応する。酒大さじ2の水大さじ3ぐらいだから OK です。適当にそんぐらいの目でお水このままいくかな。じゃねえか。よし、
よし、じゃあもうちょっと水入れます。お酒よりお水を入れる方が良さそうですよね。ね、ちょっと細かいですね、酒臭洗ったら。まあそうね。はい、じゃあさっき徳ちゃんに作ってもらったやつに牛肉を入れていきます。はい、で混ぜる。ファーストフード店のナゲットってさ、はい、やっぱ工場で機械でできるってあるね。でしょうね。ウィーンってミキサーみたいなやつになって、ポコ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 って出てきて、ジャーンみたいな感じだった。ですかね。どうなるとですかね、本当に。ね。なんかもう、パパ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 パってできるでしょうね。ね。お菓子とかもなんか、ものすごい、列の鉄板とかになんか、なんか同じ機械チュ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 そんな感じで出てきて、そのまま油にジューっていくところ。あれって一回揚げちゃったですかね。揚げんでもう冷凍なんですかね。揚げてんじゃないのかな、あれ。だって周りなんかしっかりなんかあれじゃない、冷凍されてるやつ。あ、揚げて冷凍でこうくんじゃない。そんなの蒸しとかじゃないですか。あー、虫の可能性もあるよね。スチームの機械みたいな、一回試しみたいな。油で揚げない揚げ方みたいな。さあ、揚げたらあるってことあるやん、あるやん。ボイル違う違う、ボイルと別にさ、油に揚げずに揚がるみたいなやつあるやん。わからない。え、でも、まあ、なりそうですね。ちゃんと投げて、ね、なんかいい感じに。いい感じですね。でこれを、はい、でね、形にして OK です。あげる感じか。はい、やりますかね。やりますか。これは手でやるか。はい、あ、クリクリクリ。あ、それ俺じゃあ胸押し見ときます。俺あれ苦手っすね手に粉つけて手でパパパパってやっていく。なんかベチャってひっつきそうじゃない。あー、でですね、手でやるとでしょ、粉した方が良さそうな。ね、クリームの方が良さそうよね。ですね。任せた。おっと、任されたこれ、大きいかな。大きいね。いいんじゃないですか。こんな感じよね。はい。入れさったら、それを箸で掴める感じですか。あー、いけそうな。なんか掴めそうな。うん、でかい。いや、じゃあ、ちょっとこれ、ロックをとりあえず行きますばよ。はい、開けてよかですか。お願いします。じゃあ行きます。レッツゴー。レッツゴー。狐色になったらいい感じなんですかね。じゃないかなと思うけどな。今現状真っ白っぽい。で、こう中まで火通そうとしたら勝手に茶色になっていくんだね。なるほど。うん、そう思っとこう。思っていきましょう。このまま白やったら俺どれだけ怯えますよ。じゃあ残りには、はい、チーズ混ぜます。はい、では濃いさっきこれですよね。これ混ぜるか。これです。これは簡単だもんね。じゃあチーズ混ぜます。はい、よし。あと完全にお惣菜屋、お惣菜屋さんの、まあ、さらに満床弁当チックな唐揚げができてるそうですね。ナゲットはほら、あれやろ、言うたらちょっと作り方が違う唐揚げやろ。でしょう ね。おそらく、ね、私もそう思います。じゃあこれ揚げたら、はい、とりあえずもうこれまで入れて、はい、このまま食べこっか。はい、OK です。じゃあこれが揚がったら食べます。はい、はい、はい、完成です。いやまあ皆さんの意見を代弁しますか、うんうん、はいはいはい、まあ、ナゲット、まあ、聞こう、うん、一般的なナゲットとは多少見た目がやっぱ異なりますね。おーおーおおいやでも味はきっと、はい、はい、もうでもほらもうあれですよ、この辺だけ見たらこう、うん、ちょっとねドアップでこの辺だけ見たらこうナゲットっぽいなみたいな。ちなみにこっちが普通でこっちがチーズイン。チーズイン、はい。それでは食べてみましょう。はい、いただきます。いただきます。ケチャップ入れた。はい。よし。マスタード入れた。はい、大丈夫です。辛いのダメやろって思うでしょ。
いけるんですよ。よし、ほい、ではいただきます、はい、いただきます。ちょっと柔らかくなってる。あ、食感でもなんかナゲットっぽくなってる。うん、ナゲットですね。ナゲットになっとるね。うん、うん、ナゲットです。まあナゲット作ったんだけど、ナゲット、ナゲット。でもなんかやっぱちょっと味気ないね。確かにこれ結構しっかりした味っていうか味付けだって良さそうですよ ね。でももうちょっと脂のあるお肉でもいいかもしれないですね。確かに、うん、なんかちょっとパサついとる。うん、でもなんかそのパサパサ感がナゲットに近くなるのかもしれないけど。確かにですね。ね、なんかね、ジューシーやったらもう唐揚げっぽーなっていくとですかね、やっぱり、ね、なんかこんな感じよね。だって、うん、まあすいませんね、僕の食べた後ですけど、見た目ナゲットなんですよ。うん、見た目はナゲット、見た目はナゲットじゃなかったですね。じゃあここのこの中のね、ああ断面が、断面が。じゃあちょっと私チーズもいっていいですか。はいはい、ちょっといただきます。こっちは美味しそう。どうすか。うん、こっちがうまい。あ、これうまい、うまい、本当に。うん、これはうまい。これうまいね。いや、これももちろん美味しかったですよ。うんうん、けどちょっと塩とかを足したんですよね、これ実は。うん、ちょっとおい、実はおいマヨネーズもしたもんね。うん、うまい。これだよね、家でもナゲットができるっていうことが分かりました、うん、ですね、確かに。これをナゲットと言われて文句言う人はおらんと思う。うん、ナゲット、ナゲット、ちゃんと、ほんとナゲット、ちゃんと。ってことで、はい、まあまあ形作ったりするのはちょっと面倒ですけど、うん、まあ簡単にざっとナゲットができるというのが分かりましたので、はい、皆様もお試しあれ、あれ、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちらね。はい、はい。